じゃあ、どうしようか。まあ、慣れてらっしゃる。じゃあ、こちら側から時計回りでキャラクターの紹介を。ざっくり、ここに書いてある要素と好奇心と恐怖心ぐらいかな。はい。はい、そんなもん。あとは、ちょっと、このキャラがこんなんだと主張したい部分を、説明してもらえれば大丈夫です。清水るかです。清水るか。はい。35歳の。35歳。女。うん。白衣にメディカルシューズのままいます。へえ。そのままいます。そのままこの世界になるほど呼ばれちゃったっていうことね。で、前職が教授で今は医者をしているので、はい、うん、好奇心としては知識面に強いです。なるほど。恋人を目の前で亡くしているため、はいはい、死には恐怖があります。あ、それ以上も。あとはじゃあそうだな、恋人にじゃあマリナがどういう人物ですか？マリナは、学生時代からの恋人で、はい、今というか当時同じ病院に勤めていて、自分の一番の理解者だと思っていました。はは、医者なんですか？それとも看護師？医者です、ね、医者で、休日に出かけた先で目の前でこの事故を目撃したと思われる。これはどうだろう。そうね、それでも大丈夫です。はい、はい、マリナ何歳ぐらいですか？マリナは学生時代からの同級生だと思いますので35だと思います。ってことは結構長い付き合いってことだよね。はい、あ、あとは清水るか、どう、まあ、本人の性格はどんな感じの人なんですか？冷静で、自分からは手の内を明かさないタイプ。手の内を明かさないタイプ。どういうこと？とりあえず周りを見るタイプかなって思ってます。我慢強い。我慢強い。資産と幸運を持ってるってことは結構いい家柄なんですかね。お嬢様なんですかね。そうです ね。あれは取らなかったですが、地位は取らなかったですが。ああ、そうか。地位はない。地位は病院ですごく高い地位にいるわけではない。ではないです、うん。自分自身が高いっていい感じではない。うんうんうん、なるほどね。プレイヤーさんのお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。篠田ゆかです。はい、篠田ゆかさん。はい。はい、了解です。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、次のキャラクターお願いします。はい。山野辺葵です。山野辺葵。はい。35歳の女です。はい。はい。前の仕事が聖職者で、うん、今の仕事は傭兵。傭兵。でございます。バンガロール。バンガロール。見た目はバンガロールです。見た目バンガロール。木高なきゃ。木高なきゃ。そう、成り立ちという、成り立ちというか、もともと先祖代々、はい、継いでる家だったんだけど、先祖代々、聖職者を、聖職者をやってる家柄。やってる家柄。それは何だろう、宗教的なジャンルはなんかイメージありますね。あ、でもなんかお寺さんじゃないけど、そういう感じの人で、ただちょっとあまりにも霊を呼び寄せてしまったりして、なんかその叫びと、霊からの叫びと呪いを受けてしまって、はい、もう私は辞めるって言って傭兵に。傭兵そんな傭兵ない。何があったの？何を倒す傭兵なの？で、シオンちゃんとは、はい、まあ、戦場で戦っていたところ、はい、戦争孤児だったシオンちゃんと出会って、はいはい、これが10年前に出会って、ほうほう、で、シオンちゃんとは10歳差。あ、シオンもじゃあもう、25。今は25歳。出会った時は15歳ぐらい。で、そうですね。長いこと一緒にいたわけですね。そうですね。で、ずっと慕ってくれて、可愛い女の子。女の子。はい。
だったんですけど、この間シオンが単独で行動していったら攻撃に巻き込まれちゃった、はいはい、感じでございました。はい、であと何でしたっけ。あとは何、あ、好奇心が、はい、そうですね、あの暴力あの力こそパワーな性格をしてます、はい、力こそパワーで、はい、がゆえに私は大砲よと、はい、私は大砲よ、はい、でございます。怖い人だな、はい、ステータスはもう本当そうですね、力に全振りって感じ、力に全振り、はい、力に全振り、ね、感じの女の子です、ね、はい、はい、なんか どういう戦い方をするイメージとかあります？ああ、でも基本的に武器も使えるし、はいはい、あとはこう 対人戦というか体術も得意っていう感じで、はい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 、こんなナイフ戦とか、はい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 、さって感じで割とそのやっぱそういう技に特化してる感じの戦い方。うんうんうん、なるほど、了解です、はい、分かりました。はい、はい、プレイヤーさんのじゃあお名前を。赤星舞子と申します。赤星舞子さん、はい、了解です、よろしくお願いします、はい、はい、じゃあ最後、はい、イカボット、松本イカボットさんです、はいマッドかな、松本イカボットさんは年齢が40歳で、はい、性別男性、はい、で職業前職が聖職者で、聖職者、はい、で今が科学者、はい、はい、でまあ振ってるのが拷問とかなので、うん、こう科学者として時間移動、はい、研究をしている、はい、マジですごいいいね、時間跳躍、時間跳躍かっこいいね。なので簡易の時間にちょっと振ってるんですけど、はい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 、いいですね、はい、でその時間跳躍をすることに対して、はいはい、生体実験をやっぱりする必要があると思うんですよ、はい、今最初からやっぱり物とかだったらそれはね、できたとしても生体が移動できなければ、はいはい、意味がない、そうですね、でその生体実験を、はい、良しとしてくれる唯一、はい、そうどんどん進めていこうと、はい、同意してくれていた心の友が、はい、レオっていう、おいおい、やばいやつだ、レオも頭おかしい、結構やばいやつ、松本イカボットも頭おかしい、こいつら助けない方がいい大丈夫まあ、そのレオが突然とね、はい、いなくなってしまったことによって誰も理解してくれない、誰もこの研究に対して良しとしてくれない、なね、確かに人体実験なんてとんでもないねやめろっていうなるわけだね、それは確かに、その匂いに振ってるのが、はい、そう人体実験を、はい、人体実験っていうか生体実験、まあ、ネズミとか、はい、あ、はいはい、そっちです、最初の段階はそうだね、まあ、どういうふうな起こってその結果、はい、何かこう燃えかすになってしまってもうこの匂いがこれが生命最終的な、に、はい、そこに恥じらいと愛があるんですこれが生き物としての愛だ、これが究極の愛だ、私を満足させてくれる愛だ、そこに恥じらいがあるから、やべえやつだ、やばいやばい、敵組織の幹部とかにいそうなんで味方にいるんだろ う、 うで、なおかつ生理に振ってるのが、はいはい、やっぱり食べないと、うん、物がこう、うん、焦げてしまう、うん、いただきますの気持ちを食うんだ、ネズミをいただく、あ、そう、実験後に肉をいただくこう実験、これはやばいやつだね、これは整理しなくちゃ、これはちゃんとね、ちゃんとね、物としてあの、はいはい、生きとして生けるものだから、聖職者であり、はい、恥じらいもあり愛もあり、そうなの、ね、科学者でもあり、そう、匂いもありっていうところですね。で、まあ、好奇心は機械に、はい、あのまあ
科学者ですから、はいはいはい、機械というものが、はい、で なおかつ恐怖心が我慢、うんうん、我慢しないんです我慢しない。この人は焦げた肉を見たら我慢せずにネズミだろうがなんか食べちゃう。なぜなら実験した結果なので、私の結果がそこにあるんです。愛があるんです、はいはい、なので我慢はしません、はい、やべえやつがいる一人で、アビリティが資産で相手に2個いただくで、大胆がついてるので、うん、正気度が1追加。まあこれ正気かどうかってもう正気ではないんですけど、なので耐性があると考えて。なるほどね。で、アイテムが鎮痛剤2個と武器2個。はい。はい、武器2個。武器コレクション。お守りはないです。はい、確かに人を助ける気はないと。基本的に自己愛がすごいです。はい。おそれを唯一理解できていたのがレオなので。理解。レオ何なんだ、まあ、私たちが見てもいいレオさん、もう一度見てもいいですか。はい、あ、読みましょうか。あなたは科学者である。同僚のレオは親友であり切磋琢磨するライバルであったが、十数年前彼は何の前触れもなく忽然と姿を消してしまった。それ以降あなたは心から情熱の火を失ってしまったっていうレオが、うん、はい、で使命がレオが失踪した理由を突き止める。お前が殺したんじゃん。そうじゃない。やっちゃった。飛ばしたでしょ。やばい。送ってやるよ。食べなきゃ。そう。我慢できない。もう我慢できない。多すぎるな。やばいやばい。ちょっとご覧な。大丈夫かな。なるほど。はい。という感じでございます。はいはいはい、で一貫性はあると思うんですよ、一応。狂気の科学者。狂気の、ね、狂気の科学者だよね。確かにね。まあ、ちょっと世に戻してはいけないかもしれないですね。またねって言いたくない。確かにな。はい。了解しました。松本イカボット。イカボット。イカボットさん。はい。了解です。じゃあ、プレイヤーさんの名前は？吉崎亮太です。お、吉崎亮太さん。はい。はい、了解です。よろしくお願いいたしま す。はい、というわけでキャラクターが揃ったので、ちょっと休憩をとって、それから、そうですね、10分か15分ぐらい休憩をとって、それから本編スタートにしましょう、はい。